午前11時から始まった除幕式には志村健さんの兄智行さんやザ・ドリフターズの高木ブーさんらが出席しました志村さんは去年3月、新型コロナによる肺炎で亡くなりましたその後、出身地の東村山市で銅像を作る活動が始まり 国内・国外のファンら6000人以上からクラウドファンディングなどで3000万円を超える資金が集まりました。